いや、気をつけろよ。うん、それでさ、今電話大丈夫？どこにいるの？ん？ああ、今はカムロ町だ。そっか、カムロ町にいるんだ。あの、急なんだけど、ちょっと頼みたいことがあって。ん？なんだ？実は今日、友人に大怪我を負わせちゃったんだ。何？それで、その慰謝料や治療費を払わなくちゃいけないんだけど、俺、そんなお金持ってなくて。だからその、お金を貸してくれないかな。貸してもらえないと、サラ金とかで借金をしてでも払わないといけないんだ。わかった。だいたい20万。あ、そんなに用意できないならとりあえず用意、あとはこっちでなんとか。そだが、お前どうして友達にそんな。それがちょっと事故。事故って交通。あ、いや、交通事故じゃなくて。どうせまたプロレスでもしてたんだろう。そうそう、友達とプロレスごっこしてたらつい。太一、荒っぽい遊びをするなとは言わねえ。ただお前ももうガキじゃねえ。そろそろ加減を知るべき年だ。わかるな。ごめん。その友達はどんな状態なんだ？うん、手術すれば命に別状はないってお医者さんが。そうか。とにかく今は友達の治療が先決だな。金はどうやって渡せばいい？すぐには沖縄へ戻れないんだ。え？沖縄？お前朝顔にいるんじゃねえのか？それとも沖縄から出てきてんのか？あ、いや、はいさーい、今沖縄にいるんだ。メンソーレだろうが、こんな時こそ気をしっかり持て。ああ、うん、そうだね、しっかりしないとね。それで俺は沖縄。怪我した友達の父親が今仕事で東京に行ってる。その父親にお金。その人にはミレニアムタワー。今からお金を持ってミレニアム。ああ、ありがとう。その人は石垣さんっていうから。よし、ミレニアムタワーへ向かうか。石垣さんが待ってる。兄貴、アジア街じゃ。秋山優馬、ここらで待ち合わせじゃ。ああ、こっちです、桐生さん。少し距離を空けてついてきてください。南雲、雄太、あいつが秋山だ。ええ、へい。桐生さん、江戸の店のあれです。少し遠回りになりますけど、他の建物伝いあそこに忍び込みます。分かった。それじゃ、こっちです。
改めて秋山です。キルさん、そちらの二人が広島の。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太、ハルトの父親だった辰川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでして、それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね、それ。同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今はとにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか、秋山。ええ、あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東条会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから、気休めかもしれませんけど、いいでしょこれ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんで先行して、それまでは南雲さんと雄太君、さすがに4人全員で動くとバレちゃいますから。屋上に着いたらロープを垂らしますんで、それを伝って。分かった。了解です。じゃあ物音を立てず。确认完了吗？是，已经全部交付了。好，那今天的工。对。啊，对了，你今晚有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了，知道了。您绝对是装睡的，对吧？没那么回事儿。いいですよ。先に行って様子を見ます。合図したらこっちに来てください。止まって。お前何者だ。
有可疑人物混进来了，他应该躲在附近，找出来。キリュウさん、バレないように隠れて。找到了，在这儿。あーもう、仕方ねえな。小心点！快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 点！行きましょう。一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。全員揃いましたね。それではご案内します。やけに静かだな。あれ？